いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。大好物はね、鶏の唐揚げ。さらに言えばうちの勘が作る鶏のあんかけ。でも誰も勝てない、お前に叶わない。お前がおかずならば俺は丼で50杯は軽くご飯を代わりできるよ。だけどもんなこと言うとじゃあやってみてとかって迷い出すけど、それはあくまでも例えの話でありまして、頼むやれと言われりゃおいどんも男なわけで、不可能は寒いわけで、お前が好きなわけで、ちょびっとでも分かってもらいたいわけで、ちなみにおかずって変な意味じゃないんで嫌いならないでね。いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。いいんですよ、あなたが選んだ道ならば。今まで俺は何回お前を泣かせたんだろう。それに比べて何回笑わせてやれたんだろう。さらには嬉し泣きっていう合わせ技もお前は持ち合わせているから余計わかんなくなんだよ。ごめんねとありがとう繰り返せばいいんだよ。その比率は僕と僕に限りなく近いけど、例えば99999回ずつで最後の瞬間を迎えたとしよう。ありがとうの価値はもう間違いない。必ずや到達する100万回。だってさ、だって俺のこの世の最後の言葉はあなたに言うありがとう。いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、こんなにのめり込んじゃっていいんですか。いいんですよ、あなたが望んだ人ならば。いいんですよ、あなたが望んだ道ならば。あなたという意味を探したら、明日を生きる答えになったよ。明日を生きる意味を探したら、あなたといる答えになったよ。いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、あなたが愛した人ならば。いいんですよ。いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。いいんですよ、むしろそうであってほしいんですよ。いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。あなたが愛した人ならば、あなたが望んだ人ならば。